当にこう果敢な戦いをしてたんだなってことを今思うね。映画人魂活動屋っていう方が昔あったけどね、そのスクリーンの向こうにそういう熱い思いがあるんだってことを、そして映画ってのはそういうもんなんだってことをね、今しみじみ思いますね。残らない映画ってあるじゃないですか。でも独立プロの作品にはそういう作品はあまりないと思います。こういう映画の作り方があるんだったら頑張ろうかなという気になって、その戦争とか平和とかっていうことを考えさせられたのはこの作品がやっぱり最初だったんですね。